こんにちは。台湾ビジネス雑談会のサンクスです。この番組はタイトル通り台湾ビジネスに関係するカジュアルな感じで雑談する番組です。今日のテーマはファッションビジネスの海外事業は台湾が最適、基礎編です。日本国内の人口減少や高齢化社会、少子化などで海外事業を考えられているアパレルメーカーも多いです。そこで初めて進出する国はどこがいいのかお話をさせていただきます。日本国内だけでアパレル事業を行っていると当たり前すぎて気づかないことで、海外事業を行う上で非常に重要なことがいくつかあります。その最も重要なものを2つ挙げさせていただきます。1つはその国の気温、もう1つはその国の顧客の体系になります。この2つは海外進出する時の国を選ぶ上で非常に重要なんです。一つ目の気温が違うと販売できるアイテムが異なってきますよね。半袖や長袖の袖の長さに加えて T シャツやニットセーターといった素材やアイテムも変わってく。そしてその国の顧客の体型が日本と異なる場合、国内で展開していないサイズが必要になったり、商品開発する際に型紙、いわゆるパターンからその国の顧客の体の形に合わせて作り直す必要があるのです。また日本には式があり、春には入社式や入学式といってスーツが売れたり、5月のゴールデンウィーク前になればカジュアルな旅行用のアイテム、そして夏になれば T シャツや水着、秋になれば羽織物のブルゾン、冬になればコートなどが売れます。ご存知の通り、日本のライフスタイルに合ったマーチャンダイジングが組まれて洋服を作まれているのです。例えばシンガポールに進出するとしましょう。シンガポールは赤道付近に位置するので1年中夏です。そうなると日本の夏以外の季節になるとシンガポール用の夏用の商品を国内販売とは別に作る必要があります。シンガポールは大きな国ではないので、出店する店舗数も限られているので、新しい商品を生産できる枚数に至らないケースもあるのです。これでは現地のブランドに商品の競争力で負けてしまいますよね。じゃあ中国ってどうなのって言う方もいらっしゃると思います。中国って人口も多いし大儲けできると思っている方も多いと思いますが、非常に難しいマーケットです。日本の約25倍の国土で人口は約13倍となると魅力的ですよね。でもその大きすぎる国土が課題なんです。中国を一つまとめて考えると失敗します。気温について考えていくと大きく3つに分ける必要があります。北の寒い地域は冬はダウンの裏地がついた防寒服が必要ですし、南の暑い地域は夏の気候が長いのです。そして多民族国家なので、ロシアに近い地域は平均身長が高く、南の地域と体型が異なります。異なる法律や商習慣も多いので、初めての海外進出の場合はおすすめしません。そこで日本のアパレルメーカーの初めての海外進出はどこの国が良いか考えてみました。私のおすすめはズバリ台湾ですね。式もあり、顧客の体型も日本人と似ていることや、やはり親日的なことで日本のファッションも受け入れやすことも挙げられます。今回はこれで終了しますが、今後も台湾ビジネスについてのメリットや特徴についてお話ししたいと思っています。どうもありがとうございました。定期的に配信を行いますので、ご興味のある方はチャンネル登録をお願いします。また私が店長をしています。海外のローカル雑貨が発掘できる台湾レトロ生活雑貨店とファッションビジネスの基礎知識を配信しています。ファッションビジネス大学もよろしくお願いします。バイバイ。